ほど伺いましたけど、それはその乗り物に関してだけでしょうか。あの学校の授業とか、その会社の、あの修行時間、さっき終わり時間ははっきりしてるとかおっしゃいましたけど、あの時間的にそのどんな状態なんでしょうか。あ、ご質問ありがとうございます。まあ、時間に対しては、まあ、ベドウ人は何でもルーズと考えたらいいと思います。まあ、バスだけではなく、まあ、待ち合わせとか予約とか、特に授業を授業に遅れている人はたくさんいます。なので時間を守っているのが、多分私の考え方では、まあ多分仕事ならみんなはちゃんと時間を守っているかなと思います。それ以外には何でもルールおだかです。それは以上です。ありがとうございます。